夏姫は、中国戦国時代の旗の高文王の側室の一人で、実施の相上を遅く以後に、真の王太郷となる。聖及び姫がや記事は共に不明。始皇帝、永世の祖母。紀元前281年、旗の将、女王の後の大使安国君こと孔子柱の、目掛けとして、偉人を生むが、その長愛を失い、偉人は長愛の人質として、 蝶の首都簡単に送られる。暗黒君には、夏姫の生んだ偉人の他にも20人近い講師が、いたが、両夫婦の活動により、暗黒君の性質である歌謡夫人に偉人が、養子として迎えられ、次の旗の大使となることが決まる。紀元前250年、高文王が即位後3日で即興して始祖が、創上王として新王に即位すると始祖の養母である、歌謡夫人が、歌謡大号となり、 聖母の夏姫も夏大号と呼ばれることになる。紀元前240年、即居。寮母は2006年に発見された、先世小西安市長安区南港にある神の儀、大墓と推定される。高文王の寮母であるぶき寮には、正室の歌謡夫人が合葬されることが決まっており、先に亡くなっていたこの奏女王は、美に埋葬されていた。 夏大号は東に我が子の墓を西に、我が夫の墓を望める地への埋葬を希望し、そこに自らが埋葬されることでその地が百年の後に万戸の上流として栄えることを予言したという。墓の総面積は105ヘクタール。南北550メートル、東西310メートルで、真の傾向の両母である、真仰一号母に次ぐ第二の規模である。ありがとうございます。